シージオバランです。はい、タカツです。はい、マシコです。どうも、メルシーです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、はい、今日もメルシーさんがいますよ。どうも、ね、どうもどうも、ね、はい、教えてチャンピオンのコーナーやりましたけど、はい、まあ、漏れたというか、まあ、うんうんうん、答えがないというか、そうそうそう、あの個人的な見解なんですけど、すごく多かった質問がね、うんうんうん、あるわけですよね。そう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 、それがズバリですね、うん、はい、何ですか、マサさん。シューケア。おー、シューケアしてます。なんでこれね、実はそこまで几帳面にはやらないんですよ。はいはいはい、うん、例えば雨の日帰ってきたら拭いて、びしょびしょだったら新聞紙入れるとか、その程度なんですよね。あ、うん、なるほど。ちょっと汚れてたらなーって、あの、なんかクロス的なもので拭くみたいな、はい、そんくらいなんです。え、カノトさんやってますか？僕やってる。やってた。今回ちょっと気にはなるんだよ。あ、何やってんだろうな。なるほど。メルシさんどうなんですか？非常に申し訳ないんですけど、うん、やってないです。おー、何もやってないです。それもね、よく言われるんですけど、うん、すごくね、質問も多かったじゃないですか。多かった。どういう風にこう保存してますかとか、うん、あの、どうやってこう磨いてますか、うん、そもそも磨くことをほとんどしないですよ。おぉ、ポンジーって言うなら、まあ、あの、これもステマみたいになっちゃうけど、うん、あの、スプレーは僕はね、たまにします。ああ、僕はまあ、マーキープレイヤーっていうのを使ってるんですけど、はいはいはい、スプレーしますね。スプレーをして、で、でも絶対汚れるじゃないですか、うんうん、汚れちゃ嫌だなっていうスニーカーあんまりこう履いていかないですけど、うん、基本もうスニーカーですから汚れますからね、うん、だからもう汚れたらしょうがないなと思って、うん、で、まあ本当になんか汚かったら拭いたりとかしてますけど、うん、あとはそう、あ、一回ね、リシュブネーターってわかりますかね。リシューブネーターっていう、うん、まあ、アメリカかな、あれは、まあ、シューケアブランドがあるんですね、はいはいはい、でそこから、まあ、例えばほらソウルシールドって言って、ああ、はい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 、ペタって貼って、うんうん、ドライヤーやってってやつ、あれも一回ちょっとやってみたんですけど、うん、あれ俺笑ったわ。二歩目でベリーって二歩目で剥がれました。高いですよね、1枚3000円とかするんですよ。そうですよね。そう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 、うん、で、僕はそういうごめんどくさいことは一切しないです。で、リシューブネーターもそうだし、あの、うんうん、リシューブネーターでもう一個面白いのは、なんかね、これぐらいの大きさの筒みたいなのがあって、高いんですよ、5000円ぐらいするんですけど、シューキーパー、簡易型のシューキーパーがついてて、はい、洗剤がついてて、ブラシがついてて、で、ネットがついてるんですよ、うん、で、シューキーパーを入れて、で、適当なところ、まあ、汚れをこう、まあ、洗剤つけてゴシゴシ適当にやって、うん、でそのままネットに入れて、洗濯機の中にポンって入れて、でそれで洗剤を、まあ、適量入れて、うん、で、洗ってください、なんなら脱水持ってみてください、うん、そのまま乾かしてください、商品があるんですよ。へぇー、大丈夫なのかなと思って、うん、僕やったんですよね、それ、うん、ね、マシコさんとそのほらスニーカーズカップの、はい、なんかエアマックスで、2016のエアマックスで、うん、すげえ雨降ってたんですよ。すっげえ降りましたね。うん、だね、すげえ降ってて、ね、すげえ寒くて、うん、で、なんか僕たちその大会に出る人たちの縛りがエアマックスだったんですよね。そう、うん、エアマックス、うん、で、まあ僕はそのアニバーサリーのマックスワンの、赤白のアニバーサリーを履いていったんですけど、そうですね、すげえ雨降ってて、で帰ってきたらもうぐっちゃぐちゃだったんですね、うんうん、で、どうにかならないかなと思って、それね、リシューブネーターのその商品を洗濯機の中でやってみたんですよ。はいはいはい。あのね、ビビりますよ、うん、新品同様です。めっちゃ綺麗。すげー、すごっ。綺麗で、ただ、まあ懸念されるのが、みんなね、多分思ってると思うけど、エアの部分にこうなんか水入り込むじゃないですか、うんうん、であれで加水分解が助長しないんですかっていうね、うん、もあるし、なんか怖くて僕はできませんみたいなのもあったけど、しやすくなるんじゃないですかね。それはそうですよね。でもね、アッパーはもうマジで新品同様です。へえ、あれはすごいと思った。小学校の時、上履きを洗濯機に入れて、俺ぶっ飛ばされたことあるから。まあそうですね、汚いですもんね。そうですよね。水虫菌みたいなのついちゃいますもんね。なんかアメリカ人ってあのランドリー、コインランドリーにスニーカーぶっ込んでやってるらしいんですよ。すごいね。だからまあ洗っていいものと悪いもの、まあ、バルカナイズゴムだったら、そのコンバースだったらね、うんうん、多分やって大丈夫だと思うんですけど、うんうんうん、まあエアマックスとハイテクシューズはね、どうするんでしょうね。僕一回だけやってみたことがあります、それを。どういう状態で履いてるんですかっていう感じなんですけど、僕ね、最近お気に入りのこれハラチドリフトっていうね、うん、最近出たハラチのそのアーバンスタイルみたいなものなんですけど、
こんなんなんですよ、うん、これはね、なんかちょっとスウェードっぽい感じで、もう正直もうどうしようもない。で、マスコさん、なんかスウェード用の消しゴムみたいな。そうそうそう、僕消しゴムとかパッパッパッパって使いますね。まあ少し落ちるかなぐらいです。僕はもうそれすらもやってないし、うん、僕ね、あの2000年代もう始めた頃だよね、スニーカー好きになり始めた頃って、うん、やっぱりレアな靴買うじゃないですか。当時マルダーとかすごいレアだったんですよ、あれ、うんうん、あとソローの方とか、あとなんだっけ、あのアンクルとか、アンクルがある、そう、ああいうの買ってすごい綺麗にしたくてすごいやってたんですよ。当時ジェイソン・マーガンがなかったです、スティーマーキングレアもなかったから、あの ABC マートで売ってるようなね、靴用クリームみたいなのを綺麗にして、うんうんうん、でもう湿気取りもしてみたいなやってたけど、結局ね、十何年後ダメになってるんですよね、実際。うんうん、もうあれとかもそうだよな、エアマックス95とかもすごい喜んで買ってそれやってるんですけど、やっぱ12年ぐらいするとバカッといくんですよ、どうしたって。加水のね、そう、綺麗に履いてもまあ寿命はありますからね。そう、例えばね、革靴十何万する革靴とか、そのまあありますけど、それってまあ作り直してくれるじゃないですか。するね、修理してくれるじゃないですか、うん、スニーカーってそうじゃないでしょ、うん、あのせいぜい1万何本、2万高くて2万とか、すごい大事に履くことはいいことだけど、うん、まあだってスニーカーじゃんって僕は思うんですね。だからまあ綺麗に履くのも大事だけど、うん、10年経って加水分解するじゃないですか、うん、だったらもうその間もう汚く、そう、楽しく履ければいいかなと僕は思ってます。そんなにこう、なんだろう、神経質になっちゃうと、うん、あんまり楽しくなくなっちゃうから。そう、俺はだから最初からエンディングを迎えることが決まってるものだと思ってるんで、その間にどうやって楽しめるかっていうのが重要なんじゃないかなと、うんうん、思います。どうしてもまあ汚れが嫌だっていう人はまあ黒ベースのね、うん、そうだね。思い出したのが、うん、あの前回の動画でもね話したんですけど、髪ごともうあのまた元の位置に突っ込んで、うん、髪も閉じて箱でその辺にボンって置いてあるんですよ、うん、あの辺にね、あのカメラの向こう側にすごいいっぱいこうねバックヤードみたいになってるんですけど、そうそうそう、こういう T シャツあるよね。ありますね。だから一応気をつけてるっていうか、帰ってきて脱ぐじゃないですか、うん、でそれをそのまま僕箱の中に入れないです。そうですね、うん、絶対そこは2日ぐらい、1日2日ぐらい置いときます。置いとく、うんうん、なんかこう湿気がこもるような感じがするんで、うんうんうん、でよくあの本当に気をつけてる人がやってることは、なんだろう、ほらジップロック、ジップロック入れますね。ジップロックに、うん、あのなんか芳香剤とあとほら除湿剤を入れて、うん、閉じて、それを箱にそのままこうギッてやって箱に入れてとか、あとクリアケースみたいに入れて、うん、でどれがどれの靴だか分かんなくなるから、あのチェキかなんかで取って貼ってるみたいな。ある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 。あ、すげえ、そこまで几帳面にはなれない。なれない、僕も、うんうん、参考にならないだろうなと思って、実はこのこれどうする、この質問どうしますって、そうなんですよ、話してたんですけど、あの参考にならないんで多分ね、なるなるなる。今ね、俺本当に気づいたの、うん、多分俺今まで靴買ったらまあ拭くこともしないし、うん、戻すことも考えなかったんだけど、その戻すっていう話だけで、あ、それでいいんだって思えるから、うん、多分あの靴を買い始めてこれ本当に大事にしたいって人たちにはすごく参考になると俺は思うんだよ。そうなのかな、うん、例えばさ、うちの藤森さんなんかは、うん、帰ってきてね、そのまんまお風呂場でジェイソンマークしてそう、でそれでもう彼は箱に入れないで全部家にこうバーって並べてあるんですけど、なんかそういう人もいるし、うちの藤森さんってもう青春オーバーランの人みたいな。そうなんですよ。よくある質問、オフホワイト、あ、オフホワイト、オフホワイトの黄ばみどうにかなりませんかって、うん、どうにもならんでしょ。無理ですあれ、ならんでしょ、うん、でも聞きたいの。じゃ あの言うなれば、あれって黄ばむようになんか机がね結構黄ばんだりとか崩れてくるように、なんかようにっていうか、そんな感じで作られてるんですよ、プロダクト自体が。ああ、ジョーダン1とかみんな黄ばんでるし、うんうん、あのエアマックス90ももうすでに黄ばんでますっていう人いるし、うんうんうん、そのエピソードに関して2つあって、うん、1つはずっと前街中を歩いてたら、すごい背の高い黒人が、ごめんなさいちょっと表現は良くないんだけど、あのお世辞にも綺麗とは言えない本当に汚いブレザーを履いてたんですよ、うんうん、あのオフホワイトの、うんうんうん、めっちゃかっこよくて、はぁ、何これ、こういう風に履くってスニーカーも幸せだなって。だってもう、だって去年の秋口に出たばっかりですよ、うんうん、ブレザーなんて、うんうん、もうこんなに汚してんのみたいな。そう、うん、だからそういう風に履くのもまあ一つのあり方ですよね、スニーカーの、うんうん、エイジングしやすい靴だと考えた方がいいかもしれないですね。そう、うん、でも
僕はオフホワイト4色かな、持ってて、今度あのオフホワイトはあのベイパーの白が届きますけど、それでまあ5色目なんですけど、一番気に入ってるのはエアマックス90ですね。噛まれないですね。そう、犬に噛まれないで、僕の友達がこの前のアトモスコンで入ったんですよ、はい、90を、うん、いや、黄ばんじゃってさ、もうすげえ黄ばんでるんですよ、え、なんでってで、お前の黄ばんでないのって思って、俺の一切黄ばんでないの、ちょっと見ます、僕のオフホワイト、あれ全然黄ばんでない、黄ばんでない、ほら、さっき言った通りね、ちゃんとこの靴の中にこれ入ってます、はい、で、あの、悲しいことにですね、こっちじゃないな、これはちょっと、うちの犬にこう噛まれましたちょっとこう、ボロってるんですよ、ボロってますね、そう、でも切りっぱなしなんですよね、で、見てください、僕のオフホワイトの90ね、全く黄ばんでないです、本当だ、で、ソールも一応まあ拭いてはいるんですけど、まあちょっと全く黄ばんでないですね。俺も全然黄ばんでないよって言ったら、いや、お前それ偽物じゃねって言われて。いや、本物は黄ばむって。崩壊してるよね。ちゃんとな、僕並んであのアトモスさんで買いましたからね。本物ですよ。でも黄ばみはね、本当ね、ポジットの時にそこをどうにかして黄ばみさせたくないって言って、マシコに相談して、そのジップロックとかね、いろいろ教えてもらったけど、やっぱ気になるよね。ということでね、まあ、役に立つか立たないかってちょっと微妙な話なんですけど、今回、僕たち雑な方です、すごく。そうです、雑です、とっても。で、逆に丁寧にやっててもダメにしちゃってるっていうのはあります、過去に、そういう過去もありますんで、そんなに気にしなくていいんじゃないかなと、俺は思いますよ、ね、適度がいいんだね、適度がいい、まあまあそんな感じなんで全く参考にならないので申し訳ないです。そうですね、はい、ということで、はい、まあそんな感じです、ここで、はい、ということで以上、青春オーバーランでした、またねー。